長寿というのは本当に私たちにとっていいんだろうかと、社会とつながりを持ちながら、まあ、生きていくという時代が今こう求められている。杉田香織です。杉田香織のオーガニックヘルスリテラシー、オフィシャル4回目あの健康経営について岡田先生にまた講義をしていただきたいと思いますので、岡田先生よろしくお願いいたします。岡田です、よろしくお願いします。で今回はあの健康に投資する時代というテーマでお話をさせていただきたいと思います。はい、まずあと1枚目でございますが、我が国 の、 あの人口ピラミッドというのがあるんですけども、まあ、本来であれば若い人たちが高齢者を支えるというですね、ピラミッドの形がこうできていたわけですけども、だんだんこのピラミッドがですね、円筒形にこうなってきました。円筒形といいますか、こう長方形になってきましてですね、高齢者の方を支える若い人たちがどんどん少なくなってきている。あの年金であったりとかですね、医療問題もそうでありますけども、だん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 あの下 の、 その若い人たちが支える人たちが少なくなってきているということは、高齢期になった人たちも自分の健康はきちっと自分で、確保できる、維持できるというような体制を作っていかないといけない。私たちもそういう意識を持って健康づくり、健康管理というのをしていかなきゃいけないという時代になってきたんだろうというふうに思います。でそれが企業を一旦定年退職したとしても、さらに再雇用という形で、65、70までは、まあ、少なくとも社会と関わり合いを持って働けるというような豊かな社会を作っていくということが必要ではないのかなというふうに思いますね。次の資料を見ていただきますとですね、100年時代と言いまして、ライフシフトというですね、リンダ・ブラットンというロンドン大学の先生が書かれた本がありましてですね、長寿というのは本当に私たちにとっていいんだろうかという、まあ、あの疑問を投げかけ取られて、もし長寿で元気で、生きがいのある生活を送るんであれば、貯蓄をしておかないといけないだろう。若い時に一生懸命貯蓄をしてですね、働いてですね、で高齢期ゆとりのある人生を送るということであればですね、老後のためにやっぱり貯蓄をしておかないといけないと。もし貯蓄をしていないのであれば、高齢期になっても働かないといけないだろう。元気で働かないといけないだろう。この二つの選択肢があると。で、この二つの選択肢がもし叶えられなければ、長寿というものは私たち人類にとって非常に厄介な重荷になってしまうということをこの本の中で述べておられるんですね。じゃあこの2つのことを達成するためには何が必要か。若い時に一生懸命働けるということは、これ健康でなければいけないということですね。高齢期になっても働けるということは、これ健康でなければいけないということですね。どちらも健康を失ってこの2つの目的を達成することはできないということになるわけです。そうすると、アメリカのこのニューズウィークという本があります。これは2007年の11月号でありますが、日本語版でありますけれども、一生働く時代という、まあ、テーマで本が出されていたんですね。おそらく昔で言う隠居とかそういうものではなくて、生きている限りは社会とつながりを持ちながら生活をしていく。仕事がなくても、まあ、NPO とかそういったいろんな形でボランティアであってもいいので、社会とつながりを持ちながら生活をしていくというようなことが、私たちの心身の健康にとって非常に重要ではないのか。つまりそういう意味で一生働く時代が今来たと。で、そうすることによって若い人たちの負担も減るでしょうし、若いあのご高齢の方も生き生きと社会生活を送ることができるということが可能になる、まあ、そういう社会を作っていきたいというのを思うんですね。やっぱ働くっていうことがですね、やっぱ先生見ててもすごくこう生き生きとされてるのは、やっぱり何かこう社会貢献じゃないですけど、やっぱり社会とつながることによって何かこう利益を生み出すというか、だから社会とつながりを持ちながらということであれば、例えば病気で家で寝たきりということになってくると、非常に精神的ストレスも大きいわけですから、そうじゃなくて、外へ出て多くの方と接しながら仕事もして、コミュニケーションも図るということが非常に大切
だろうなというふうに思ってるんですね。そうですよね、杉田香織のオーガニックヘルスリテラシー。で次のですね、この資料でありますけれども、実はこれ日本人のデータでありましてですね、例えば実際医学的に見た場合にですね、生物学的な年齢というのが重要になってきたんですね。生理的、生物学的というのと、いわゆる歴年齢というのとはですね、非常に大きな開きがある。つまり一番簡単に言いますと、会社に入社した時はみんな健康で入社されているのに、定年を迎えた時にはもう働けないような病気になっている方と、まだまだ大会にも出るマラソンも走るような方がいらっしゃって、非常に極端になってくるわけですよ。差は一体どういうプロセスで起こってくるんだろうかということを考えないといけないですね。こんなに差があるっていうことですね。そうなんです。例えば、65歳ですと、体力とか生理的な年齢を見ますと73歳と57歳という開きが出てきます。そうするとやはり定年の時に65歳の方が、体力テストをすると、またまた40代ですよとか、30代の体力ですよという人と、もうそもそも体力テストがもう受けられないような状況ですよという方の場合に、社会の活力ということを考えた場合に、やっぱり高齢期でも元気な方がたくさんいている国、社会というのが生き生きしているわけですから、そこには非常に重要なポイントがありまして、働いている方は毎年健康診断を受けているんですね。で、自分の健康状態というのが分かるわけですね。そうすると将来の健康の予測ということができるわけです。このまま放っておいたら大変なことになる。で、その大変なことになるというのを予防する、もしくは元へ戻す力が必要になってきます、これがリテラシーなんですね。リテラシーを持ってないと、せっかく高いお金を払って人間ドックとか健康診断を受けたとしても、全く役に立たない無駄な投資になってしまう。でそこで出てくるのが、この健康経営という一つの考え方なんですけども、あ、ここで出てくる、はい、投資と考えた場合に経営的点で見ましょうということなんですね。つまり自分が今何をすれば、健康というものはいわゆるお金で買えるものではないんですね。プライスレスなものなので、リテラシーをきちっと蓄えて持ってですね、それを自分の実生活の中で実践していくということが必要になってくると思います。先生の最初出会いは、この健康検定のですね、講師でいらっしゃったことだったんですけど、はい、先生この健康検定を携わるようになったのは、どういう、やっぱりこういう健康経営を入れた方がいいっていう流れで。そうですね、健康経営の基本は従業員のリテラシー、ボトムアップが最後の狙いなんです。従業員一人一人のリテラシーが高いことによって労働生産性が上がっていくわけですね。いくら企業のトップが健康づくりを叫んでもですね、従業員の一人一人の方たちのリテラシーが低いと、これうまくいかないんです。このボトムアップなんですけども、先生から見てどういうふうな形が一番このボトムアップに必要な要素だと思います？経営者の方、それから上司の方が、会社の中でコミュニケーションを図るときですね、健康というものをテーマにしたコミュニケーションを取るということが重要なんです。食事とか運動とか睡眠とかですね、そういったものを、職場の中でコミュニケーションを取っていく、ヘルスコミュニケーションと言ってますけども、ワークコミュニケーション、仕事ができたかどうかということだけではなくてですね、健康に関するコミュニケーションも上司の一つの役割として、持てばですね、きっと若い人たちも上司も気にしてるんだなということで、多くの若い人たちにもそのリテラシーというものがついていって、なおかつそれが職場の中で実践として行われるということを期待してるんですね。杉田香織のオーガニックヘルスリテラシー、本当にまさに今の時代、これからの時代にすごく必要なキーワードだと思います。最後にですね、企業の未来というのは人づくりが基盤というふうに私はまとめさせてもらっているんですけども、人づくりというのはやはり人の基本である健康がなければ人づくりはできませんので、やはり健康というところを重点を置いて、経営者の多くの方が
投資をすると、リテラシーを上げるために、特に健康のリテラシーを上げるために投資をするという意味で、会社が従業員に対して、検定を受けていただいて、リテラシーを高めていただく、そして職場風土としてそれが実践できるような会社の雰囲気を作っていく、こういうことにおいて社長も部長も取締役も社員もみんな一丸となって自分の健康ということに関心を持って取り組むという姿勢があれば、きっとメンタルヘルス不調なんかも減るんではないのかなと。そうですね、なんか健康っていうキーワードを軸にすれば、なんかこうジェネレーションギャップもなくなってなりますね。コミュニケーション取りやすいですね、はいはい、趣味とかはちょっとなかなか合わないですよね。あ、そうですね。でも健康っていうことに関しては、まあ、そういう意味では共通ですもんね。そうです、取りやすいですね。はい、本当になんか貴重なお話ありがとうございました。で、今日一緒に学んだ皆さんもチャンネル登録の方もよろしくお願いします。岡田先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。